まあ、一応今日キャンペーンということでこの昭和男を帰っておいでとキャンペーン曲を2曲聴いていただきました。最後にフルコーラスでもう一度昭和男歌を聴いていただこうと思いますけど、まあ、その前に2曲僕のまたオリジナル聴いていただこうかなと思います。今回山崎定時ひらがなで定時なんですけど、前作までコロンビアで3作出したんです。その3作とも山崎定時全部漢字で、立身弁に弟という定で歴史の史で字という定時という、まあ、そういう全部漢字でやってたんですけどちょっと読みづらい、分かりづらいということもあって僕自身はもうものすごく親しみもあったんですけどより皆さん方に親しんでいただけるようにと、いうことでひらがなの定時にして、まあ、心機一転という形なんですけども、カラオケ検索した時なんか、漢字の方も僕ですので、ぜひまた覚えて私にも買ってもらって、歌っていただけたらと思います。